演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日は2種類のタピオカを味わいたいと思います。アイスの方はこんな感じですね。いつもの、あの、食べる牧場系のプリンとアイスと同じやつなのかな。この下の方に入ってるんでしょうね。これは楽しみですね。こっちも飲んでタピオカ味わえるかな。ではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ではまずはアイスからいただきます。どちらも一長一短ですね。からアイスの方は黒糖の優しい甘さとミルクがうまく混ざられて美味しかったんですが、タピオカが凍ってしまっているのでちょっともっちり感が味わえなかったのが残念ですね。これはちょっと違うかなと思いました。ただタピオカの味よりもアイスを楽しみたいではなこちらの方で、こちらのタピオカ黒糖にはやっぱり飲み物なのでタピオカのもち感がしっかり味わえて美味しかったですが、黒蜜はちょっと控えめですね。なのでタピオカ楽しみたい方はこちらの俺、黒蜜を楽しみたい方はこちらのアイスをお勧めします、ね、どちらも一応一旦ですので評価はどちらもこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。